自民党の杉田水脈衆議院議員が SNS にアイヌ民族を揶揄する投稿をした問題で札幌法務局が人権侵犯を認め杉田議員に啓発を行ったことが分かりました杉田議員は7年前国連の会議の参加者について SNS にチマチョゴリやアイヌ民族衣装のコスプレおばさんまで登場完全に品格に問題がありますと投稿 会議に参加していた札幌アイヌ協会の女性らが、札幌法務局に救済の申し立てを行っていました。女性は、こういった投稿で苦しむアイヌ民族が今もたくさんいる。人権侵犯が認められたことは大きな一歩とコメントしています。